はい、今回はですね、前回このホームブルーブルーと読む人もいるみたいなんですけど、ブルーとどっちがいいのか分かんないんだけど、ホームブルーね、ホームブルー化してやるのはちょっとっていう方もいると思うんですよ。まず非常にめんどくさいのと、下手すると 3DS がね壊れてしまうというリスクがあります。便利は便利なんですよ。いろんなことができて、ちゃんと合法的にやれば非常に素晴らしいものなんですけどもね。とりあえずこのね、Nintendo 3DS のムービープレイヤーっていうのがね、アンオフィシャルでありますけれども、こちらね、カスタムファームウェアじゃないと動かないということなんです。要するに改造しないとダメということなんで、ちょっとね、それだときついという方のために標準機能でね、やってみようということになります。本当は先にやればよかったんですけどね。ちょっと行きましょうか。ここにね、すでにあります。で、前回やったのが、ここのね、Nintendo 3DS のムービープレイヤーとなります。で、ここ、Nintendo 3DS サウンドというのがあって、で、これがね、Nintendo 3DS カメラということで、マルチメディア機能がここにね、自分としては集めてあります。で、このね、Nintendo 3DS カメラの中に、実はムービープレイヤーがね、入ってます。純正のムービープレイヤー。正確に言うとカメラでビデオを撮った時の、映像を見るためのものになってるんで、通常はなかなかアクセスしないんですよね。ただ、誰でもアクセスはできます。ということで、こちらの Nintendo 3DS カメラっていうのを使って、今回はね、動画再生に挑んでみたいと思います。で、標準プレイヤーはですね、MP4 形式ではなくて、アビで、なんと認識してくれるそうなんで、アビ形式にフォーマットする必要があります。で、やっぱり前回もありましたけど、解像度ね、そんなに高くないんで、3DS は、ある程度ね、落としてあげる必要があります。で、まず出てくるのが、こちらの 3DS ビデオコンバーターというね、フリーのアプリがありますんでね、こちらを使ってサクッとコンバートしていくと。で、あんまり設定する場所もありませんので、基本的に、動画ファイルをドラッグ&ドロップするだけで、3DS に適切なファイルフォーマットとか、あとはあれですね、サイズにしてくれます。なので非常に便利ですね。ドラッグ&ドロップで、ポチッとコンバートを押すだけって感じはします。一部ちょっと書き換えたところもありますけど、やらなくても動いた時もありますんでね、ちょっとその辺はいろいろいじくる必要があると思います。で、できたのがね、こちらになりますけど、これちなみに前回の映像だったかな？どうだったかな？いや、違うな。今日撮ったやつですね。はい。で、ここにね、いろいろインターフェースありますけど、今回はムービーを見るだけなんで、この左下のね、ムービーを見るをポチッと押してあげると、SD カードに入ってるデータを見ることができます。で、これはね、十字ボタンでしか動かないのか。で、この辺にいっぱい入ってますね。これちょっと前に作ったやつです。3DS ビデオコンバーターでね、作ったやつになりますんで、こんな感じでね、見ることができます。で、短いものであれば、サクッとコンバートが終わります。ちなみに 3DS のビデオって最大10分までしか見ることができません。なので10分を超えるものは分割されてしまうといった感じでしょうかね。はい。非常に鮮明に映ってると思います。もともとね、フル HD で撮った映像なんですけども、コンバートされて 3DS に最適なサイズになってますんでね。3DS で見てる限りは解像度を落としても問題ないといった感じになってます。で、もう一つあるのがね、先ほどのアプリ 3DS ビデオコンバーターよりも細かく設定できるというのがありますね。それが 3DS ビデオというアプリです。ほとんど似てるんで紛らわしいんですけども、こんな感じで設定する項目が多いんですね。逆に面倒っちいという人もいるかもしれませんけど、ファイルサイズを抑えたいとか、いろんなね、ビデオとオーディオのね、数値を変更することができますんで、きめ細かくできますね。で、今回はね、能登半島応援ということで公開されたスキップとローファーというやつをね、以前、撮りましたんで、
それをコンバートしてみたいと思います。ちょっとねやっぱ24分ぐらいのアニメなんで、さすがに長くなってくるとこのコンバート時間も時間がかかります。まあさらっと終わってですね映像ではさらっと終わってますけど、まあ10分ぐらいやってましたね。で先ほども言いましたけど、10分しか認識されないのでこのようにファイルが分割されて出てきます。でこのままのファイル名だと認識しなかったんですよ、以前はね。でこの NIN とか HNI とかいう形に変える必要があったんですが、実はさっきやったらね、検証のためこの3つのファイル名にしたんですけど、どれも見ることができましたんで、まあ最近の 3DS プレイヤーっていうのかな、うん、あのプレイヤーカメラか、 3DS カメラの方がアップデートされたのか、ご覧のファイルフォーマットでもいずれも見ることができました。でコンバートが終わったんで、早速ね SD カード、 3DS の SD カードにコピーします。まあ Wi-Fi 経由でやってもいいんですけど、遅いんで普通にね SD カードをリーダーを使ってパソコンから吸い出すっていうの変だなコピーしてますね。はい、まあちょっとでかいんで、まあ1分ぐらいかかりましたけど、まあそんなにイラつく遅さではないですね。まあそうやってできたファイルをまあ早速ね見てみたいと思いますけども、こんな感じで、まあさっきも映ってたんですけど、うん、こんな感じで3つねちゃんと来ました。でファイルも認識してますんで、ファイル名もまあアビファイルっていうのかな、 AVI ファイルだったらまあそんな問題なく認識してるっぽいですね。あとはあんまり解像度がでかいと処理落ちしちゃうのかなって気がしますが、これらのね2つのコンバーター使うことによって問題なく 3DS でね再生できる動画ファイルを作り出すことができますんでね、まあこれらのソフトが肝になってるのかなって気がします。さっきちょっと言い忘れたことが1点ありますね。このねコンバートしたファイル、どこに 3DS の SD カードの中に入れるかっていうと、DCIM というね、よく写真ファイルが入ってるフォルダがあると思うんですけど、そこの中の、まあ、ポツポツポツ2って書いてある、まあ、数字が何かわかんないんですけど、その辺のあたりのね、まあ、1個しかないんでわかると思います。その中に入れてあげると、動作すると思います。といった感じで、今回は、無改造標準機能で、動画ファイルをね再生する方法というか、まあ任天堂 3DS カメラを使ってまあ動画再生をするというね方法をねやってみました。まあちょっとね不便なところもあります。標準で、うん、無改造でいいんですけど、まずは早送り早戻しができないということですね。うん、ちょっとスキップできないんですよ。で動画が10分までということになってしまいます。まあそこもねちょっとしたクリップタイプというかね、なんだろうショートムービーならいいんですけど、ちょっとこうアニメとかなるときついですね、ドラマとかね。で次回ですね、中華機に負けるな、中華機に負けるなということで 3DS をねエミュレーター機にしていくということになります。まあ 3DS エミ機なかなかいいんですよ。それは次回。ではまた。